スタジオ VK ラジオ準備室でございます。よろしくお願いします。もうゴールデンウィークもね、えー、我慢のゴールデンウィーク2年目が終わりということで、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。私、あのー、バイト詰めということで、ね、働いてますけども、もうね、あの先週も話したんですけれども、先週でね、私が30になりまして、で、こう30と言うとですね、もうこれは、もうさすがにね、若者ではないということで <laughs>、 よね、うんまあこの田舎的にはねこの60まで若者みたいな考え方もあるわけですがもう、まあ、世間的に言ったらねほらユーチューバーとかのねくくりだともう20代後半でもちょっとおじさんに片足突っ込んでるみたいなね言われようする場合もあるわけじゃないですか10代後半とかね20代前半がこうメインみたいなところもありますのでもうね若手と言われる。 うーとこれはもう終わってしまったとこういうことなわけですよ。これはね。で、えー、まあ、めでたくね、この20代のうちに地元地上派出演がかなわないということで、これは私何なんだというね、この <laughs> ローカルタレントを名乗ることすらちょっと危ういんじゃないかという話もあるわけですが、まあ、あの、これがね、ちょっとアップ、このラジオがアップされてるくらいにはですね、ちょっと公開になってると思うんですけど、珍しくちょっと本業の、<laughs> 珍しくって言っちゃう。な <laughs> まってたけど。 珍しくですね、ちょっと本業のナレーションをちょっとね、やりまして、まあ、ちょっとどういうタイトルで上がるのか、ちょっとこの収録段階で決まってないというか、あの、私まで情報が来てないので、あれなんですけれども、ちょっとこう、ナレーションというか、うーん、ちょっとね、声の依頼を。 を受けてておりまして私がですね、この社長の役で出ておりますので、まあね、概要欄かどっかに貼っていると思うんですけれども、それやらせていただきましてですね、これこそね、このラジオやってる意味じゃないかという、このね、やりがいがあるんじゃないかということですよね。これはですね、久々じゃないですか、この私が、このね、あの、お、公に <laughs>、公にこのね、外部出演しているの、は久々でございますから。 ぜひです、ね、チェックしていただきたいと思うんですけどこれがです、ね、なかなかのこのタイトなスケジュールでございまして、まあ、収録する日がですねちょっと1時間しか取れないということでこれですね収録がんと女性役の方と私一緒に取るっていう状態だったんですよで女性役のまあ私がね機材の収録の機材とかセッティングしてこの機材もね まるまるこもなんていうんですか準備して、えー、私がだから収録スタッフ兼ナレーション係みたいなので行ったんですけどその収録機材セットして調音量とか調整して撮り始めてで女性役の方の収録が終わった段階でもう40分くらい経ってたんですよこれはまずいぞっていう状態でいや俺がほぼ一発撮りしないといけないぐらいじゃないっていう。最悪だからもう一発撮りして けど音量とか結局さその一発撮りだとやっぱりどうしてもねあの音割れしてしまうとことかねあの叫んでるとことかあるので音割れしてるとこがあったわけでですよで仕方ないからじゃあ,あこのうまくちょっと撮れなかった部分はあそのお部屋をね防音室を借りてたんですけどもそこがどうしてもその日1時間しか借りれないしこのみんなが集まれるというかこのスタッフが集えるのがこの時間しか日取りしかないということでそこで撮ったんですけど。 なかなかちょっと間に合わないな、ということで、仕方ないから、この社長のパートのね、ここから後半部分は、ちょっと自宅で撮ってくれっていうことになります。自宅にね、この、こういうラジオのやつやってるんですよって話は俺してたから、自宅でこれ収録してたんですけど、だから結局やってることはね、ラジオと一緒じゃないかっていう <laughs>。 <laughs> ここのねあのー、初回とかで説明してるんですけどこれあの自宅に私防音室をね構えておりますので防音室のマイクで喋ってるのとほぼほぼ変わらないというかですね、うん、自宅で撮ったものだ結局あ俺だけ俺の収録は自宅でよ,よかったんじゃないっていうその卓録で完結したんじゃないみたいなちょっと疑惑もあるわけですがまあまあそれはね時間がなかったせいでねあれなんですけど結局でも何パターンか送るみたいなさ その宅録の自宅でね、えー、録音して、そのいわゆるそのネットを通じて提出すると、やっぱりここはこう直してくださいとかさ、ここはちょっと1文字2文字違いますみたいな、あるわけじゃないですか。例えばこれに、もうちょっとこういう言い方できますかみたいなのってあるわけじゃないですか。で、その日のうちに納品を完了しないといけないっていう状態。 だったので,で、で、結局、午前2時くらいまでかかりまして <laughs>。やっぱ初回ってね、初回って難しいですね。そのキャラクターをこうどう決めていくかとか、うん、私もあの声優さんではございませんので、なかなかこう、キャラ入れてのこうセリフ入れというのがなかなかこう、難しいところがあったんですけど、これはぜひですね、この、生の,この漫画動画になってますからね。 の YouTube の広告とかとはまた一人違うねあの少年ジャンプで見るようなですねあのしっかりした漫画の作りになっておりますのでこの私のですねナレーションの実力がどのようなものかというのをご確認いただきたいなというふうには思いますねまあまあまああのー、ようやくねこうありがたいというかですねあのまともにこうまともにというかあのー、これね一個本当に言っておきたいなと思ったんですよ これなんでこの話ねこれは本当はね、エンディングで喋ろうと思ってたんですよ。この話、このね、ナレーションやりましたって話も。思ったんですけど、これね、一言言わせていただきたいのが、これ、30なりましたみたいなね、あのツイッターに書いたり、私、Facebook にね、書いたりしまして、ではもちろん、あの、おめでとうございますみたいなのもね、あったんですけど、こう、ここ1、2ヶ月くらいね、だから俺、会った人に、もう来月30になるんですよとかね、 あの、行ったりするわけですよ。まあ、最近どうなのっていうね。このコロナの状況だったので、なかなかこう、久々にお会いするって方が多かったんですけど、その久々にお会いする方の8割5分、実に85%がですね、私がこの、貧乏なんじゃないかというふうにですね <laughs>、言い張ってくるわけです。これはちょっと尺だなという。その、別の貧乏だということですね、その、 思い切りうなずきたいわけないじゃないですか、それはね <laughs>。それはね。あのー、私これ普通にこれ普段ね、毎週これ撮ってますけど、この本業みたいな、いわゆるそのカメラの仕事とかね、撮影とかね、いわゆるこのナレーションみたいなやつも、まあ、週1、2はあるので、その <laughs> ほぼほぼなんか働いてないやつが <laughs>、ラジオでのたまってるみたいな、 感じに思われてる方がですね、結構いらっしゃいましてですね。中にはですね、大変あの失礼なんですけど、年収って今いくらくらいですかとか聞いてきたやつなんだけど、<laughs> どういう神経してんだと思ったんだけど <laughs>。あの、実際のあのー、半分以下を <laughs> 予想で言ってきたので <laughs>、だいぶ舐められてんな、と俺あ。そんなに俺なんか舐められるキャラだったかなっていうか、あ なんだろうな。もうちょっとこう自分をさ、大きく見せないといけないっていうか、20代のね、ちょっとね、自分は自虐しすぎていたというか、のかもしれないなとか、ちょっと思ったんですよね。これはね、ほんと別に怒ってはないですけど、<laughs> 怒ってはないけど、あまりにもみんなに、あのー、なんて言うのかな。ま、なん、なんて言うんですかね。働く気がないやつみたいに思われてて <laughs>、いや、そんなつもりはないんですけどっていう、その、 俺がなんか意図的に働いてないみたいな、その、このラジオ上で、ラジオだ上でなんか言い訳して、本業を断ってるやつみたいな、<laughs> 取られて、そんなことはないんですよ。その、募集、募集というか、全然あの、依頼されたものは引き,引き受けるというかですね、断るということは全然してないんですけど、これはですね、どこか私の知らないところで、やっぱネガキャンが行われてる可能性がまだありますね、これは。ね ちゃんとこのね、応援してくださる方とか、いわゆるその仕事をね、もちろんその、私は別に力のない個人ですけども、依頼してくれる方もいらっしゃるんですけども、その中でですね、もう本当に、あのー、道に落ちてるもの食ってんじゃないかみたいなくらいのね、収入のイメージの方がいらっしゃるので、そんなことはないので、<laughs> そんなことはないです。<laughs> ね、もちろんその、今はね、あの、緊急事態宣言でね、その、行けてないですけども、その、東京に、 ね、通う分、学校卒業まで通う分くらいとね、この、一人暮らしをする生活と、えー、じ、事務所をね、抑える、事務所を借りて仕事するくらいはありますので、<laughs> ね、バイトしてますよっていうのもね、言い過ぎなのかもしれないですね。別に生活の足しでやってるわけで、生活の足しっていうの良くないですもちろんもちろん、その、足りない部分はバイトで補ってますけども、けど、 本業の割合が2%パーとかそういうことじゃないので <laughs>。ありますからね、ちゃんとね。うん、そこはちょっとね、あの誤解を解いていきたいなと思っていて、うーんだいぶ本当にやばいやつだと思われているみたいなので、あの常識人ですから、私 <laughs>。人並みに生活してますから、私ねうん。本当になんか、あのー、何て言うんですか、賞味期限切れたものだけ食べてるみたいなそことじゃないので。 道に落ちててるもの拾ってないですから私ねうん、まあ、昔はそんなね給食食べてない時期がありましたけども <laughs> 私のとこに来るとですねお盆とストローしか乗ってないから私がストローのしゃぶるテクニックが非常にうまくなるっていう、ね、事件があったんですけどそれはもう昔の話ですから昔の印象をねこのネガキャンでね拡大解釈して広げてる輩がいるとしたらこれ許せないことですけどもまともにねこれね生きておりますということで生存確認も兼ねてですねあのどういうちゃんとね ちゃんと働いている感をちょっと出していきたいなと思いますんで、えー、今週要注目ということで <laughs> 今後、えー、このねジングル挟んだ後もよろしくお願いしますということです、ね、いや大変な30度スタジオ VK ラジオ準備室でございますご報告がございましてこれねまあまああのこのラジオ誰も聞いておりませんのであの前段を説明しますとこれね 3月末に、えー、年上年上というかその先輩とおちょっとご飯に行きましてで先輩が今年結婚する予定なんだっていう話を私聞いたんですよ。でその話が結構こう何て言うんですかね、あのー、こう割りって。 話してくれたように私には見えたので私もこうこ込み入った話をねした方がいいなと思いましていや実はですね狙ってる人がいましてっていう話をしてたんですよでお互いこう夏までにというか、まあ、近いうちに決めようという話でねちょっと男の約束を交わしていたんですけどそれがですねなんとこれ あったんですね、これがね。実はもう早かったっていうね。<laughs> 実はもうだいぶ早い段階でそれをですね。ちょっと私の方は X デーがございまして、先輩はもうすぐなんですけども、もうね、間もなくなんですけども、この X デー私先に来る、お互いにこう、この日に、こう、段階を上がろうみたいな。いや、この日にアタックしようみたいな決めたんですよ。めちゃくちゃ仲いい人なんですけど。<laughs> で、それ決めたんですよ。なので、 その私の X デーがあったんですよ。で、この X デーのですね、決め方がまず間違っていたんですけど、これ前回と合わせて聞いていただけると、激肝なのがわかるんですけど、私にとって X デーがですね、こ2021年の5月3日に設定したんですよ。誕生日ですね。<笑><笑>まあまあまだ、まあまあいいじゃないですか。まあいいじゃないですか。 うん、で私のこの何て言うんですかね思考回路的にはですねやっぱ30代のこのね記念すべき突入の誕生日にこれ彼女ができればね完璧であろうともうこんなに困ることはないなと、うん、バラ色人生の始まりじゃないかっていうふうに思ってたんですよ。でこの振りを聞くとですねいやじゃあダメじゃねえかっていう話なんですけど <laughs> ねいやそういうわけでもなく。 なんとですね、これがまあアタック、結論から言いますとアタックしまして、回答なしということで。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これですね、本当ありがたい話で、これね、私がそのアタックした方はですね、まあ、4年前くらいから私好きだったんですけど、これね、私のこの勝手な判断ですけども、私はこれですね、この、 この方にブロックされたらこれはもう人生終わりだと思ってたので <laughs> もうですねこのラジオ収録も諦めようかってね勝手に最終回して終わらそうかっていうくらいはかけてたかけてたというかその思いがですねあったんですよでねえー、これどういうことかと言いますとですねえー、まあまあこうその誕生日のに会ってであちょっとご,ご飯まで行かないでちょっとお茶しに行ったんですよ で、お茶しに行きまして、いや、実はこうこうこう、別の話してね、別の話2回くらい挟んだ後に、いや、まあ今日読んだのはその、ね、それ以上でもなく、それ以下でもなく、ね、それどころじゃなく、こうこうこうで、えー、実はですね、これをお付けしていただければなというような話をしたわけですよ。ね。えー、なんて言うんだっけな。うん、いや、これ、なんだろう、今、今以上に俺仲良くなる方法ないですかみたいななんか聞いて。 すごい周りく、ジュラル星人くらい回りくどく聞いたんだけど。<laughs> ね。で、これ、今の関係上に仲良くなる方法があるとしたら私はやりたいと思っていまして、で、できればこの彼氏くらいまでの段階までも、もうなんかね、たどり着きたいんですけど、それなんか方法ないですかねみたいな。聞いたんですよ。で、まあその後にちゃんとね、それはね、それはそれで、その、付き合ってはいただきたいという話はしたんですけど。 うん。まあ、言い方キモいのはまず置いとこうよ、今ね。視聴者の皆さん今、ブラウザバックしようとしたと思うんですけど、そこは置いとこうよ、そこは。そこはこのね、わざわざこのジングリカ挟んでまでね、こいつの話聞こうと思ってるわけ。そこは待ってよ、それは。それはごめん。いや、そのバットボタン押すのをちょっと待とう、それは。それはまた、最後まで聞いてから、頑張ってほしいなと思ったら、そのね、グッドだったらいいし、その印象だけでバット強くないわ、それは。 それは、その最後までそれ聞いてから、いい悪いはコンテンツ判断し、食べず嫌いは良くない。そのね、食わず嫌いだ。食わず嫌いは良くないから、ちょっと最後き最後まで聞いて、そこは。頼むわ。ね。で、えー、こうこうこうで、その、お付き合いしていただけないかという話をしましたら、 そのじゃあ私面白かったのがすごい私より年下の方なんですけどそれはえまあブラウズバックしないで <laughs> ねその私より年がちょっと下んな方だったんですけどすごい大人だなと思って僕30ですけど大人じゃないじゃないですかねクソじじいじゃないですか大人,大人というところをジャンプアップしてさ通り過ぎていっちゃったからでその方がねすごい大人なんですけどね普通だったら普通っていうか うんまあちょっと考えさせてくださいって言って断るみたいなのが普通の大人なんですけどその私が思いを伝えた方はものすごく僕は尊敬してる方なんですもともとねとても大人だなと思ってる方なんですよねなのでそういう断り方ではなくあじゃあ私もどういうふうに仲良くこれ以上仲良くなれるか考えてみますっていう回答だったんですそのファーストリアクションがね頭いいと思って。 でまあ、その時点で別にねその聖火リレーの炎が消えたわけではないじゃないですか俺バカだからね。でいや私もあの結構仲いいあの先輩だとは思っているのでまあまあ今以上になるっていう方法がちょっとあるのかっていうのも考えたことはなかったんですけど考えてみますみたいな話いただいてで2日後くらいにあその間もちょっと LINE はチラチラっとしたんですけど今日はありがとうございましたみたいな。 で、情報量が多くてすみませんでしたみたいなちょっとウィットに飛んだジョークをですね私かましたんですけどとんでもございませんみたいな冷静に返されたくらいにしてやっぱあれだねあの大人の人になんだろうねお弁ちょラって聞かないねその。<laughs> ね、手前味噌みたいなさその軽めのジャブは通用しないねやっぱ本気で挑まないといけないじゃないですかやっぱりね、うん。そんな大前提いらねえんだよみたいな感じでちょっと突き返されたんですけどその2日後くらいに LINE が来まして、えー、私も考えてみたんですけどそのこれ現状は私もだいぶ仲いい人だとは思っていてこれ以上仲良くなるっていう,なんだろう策が思いつかないっていうのもあるんですけど私自身あんまグイグイ来られる人嫌なので。 そのグイグイ来てはいないですけどなんか正直驚きましたとねまさか私に好意を持ってるとは思わなかったので結構驚きましたねっていう話で,で今後も別にその嫌であれば今のこの回答が嫌であれば全然ブロックとかうー連絡先削除とかしてもらっても構わないですけど別にその嫌いになってはないですみたいな回答だったんですよ。 分かりやすく言ったらまあお祈りメールが来てるわけですけども私それ見た時にわこういう大人に俺がなればよかったんだなって思ったんですよ。どういうことかっていうと何だろうな断り方もうんだろうな偏差値が出るじゃないですか <laughs> その <laughs> レ,レベルの高さっていうかやっぱうまいなと思ってその言い回しもそうだし私は考えてみたんだけどもこれ以上仲良くなる方法が分かんないので今までの距離感でいてもらえないですかねみたいな。 いうことを端的に言ったら書いてあったんですけどそれをスクショしてねメモ帳をスクショしたやつみたいなの送られてきたんですけどそれって今坂上忍さんみたいな「それって <laughs> !」なっちゃったけどそれってやっぱ普通の人できないなと思って俺20代の時っていうかそんなんできてたかなその子と同い年の時俺できてたかなと思って絶対無理だなと思って。だからこそこう憧れちゃうんですけど その何だろうななんかびっくりして俺もいやだったらそのいや今後もこうこうこういうね機会とかあったらお会いしてもいいですかみたいなこうこういうのあるんでえその時は何だろうお願いしますねみたいなうん打ったらいや全然それは OK ですよみたいなって言ってまた再来週会う予定が実はあるんですけどその告白する前提じゃなく再来週もともと会う予定があったんですけどこれどういう気持ちだったらいいんですかこれ <laughs> これさ、俺、俺はさ、その、その方すごい大人なのは分かったんですけど、その次会うっていう時、どうあったらいいのこれ、それだけ全然分かんないんだけど、これ。<laughs> 情けないよね。30代突入してさ、最初の、ね、最初っていうか、30代突入早々さ、恋愛相談するっていう <laughs>。情けないぜ。自分で判断できないっていうね、まだね。これは悲しいですよ。 だからその会う,会う予定はもともと決まってて、えーそ,れはまあ、それは全然いいですよというかそれは全然その今までの距離感であればいいんですけどちょっとまあ困惑はするかもしれないですねっていうつまり俺が好意を持っているっていう前提は今までなかったわけだからその会ってる時間もあこいつ好意持ってんだなと思ってその方は思うわけじゃないですか。って言ったら俺のできることは。 いや、もう諦めましたよ、みたいな感じで望むのか、いや、まだちょっと諦めきれないですね、みたいな感じで望むのか、もうビジネスマンみたいなさ別、別物みたいな、全く別の、その話を出す雰囲気すら出さないみたいな。この3択があると思うんですが、これどれですか <laughs> これあのね、 これはな普段のね、サイレントで見てる方は全然リアクションしないで大丈夫ですけど、その今これ YouTube で、これね、プレミア公開や、えー、YouTube 上でね、あの普段ご覧いただいてる私にこの理解のある皆さん、これどうしましょうどうしましょう, <laughs> う,ししょうそ,このその子はね、これ聞いてないんですよ、多分。その子はこれ聞いてないんですよ、これをね。なので、これはどっちでいきましょうっていうね、これちょっとこのコメントを見ながら。<laughs> チャットを見ながらですねちょっとチャット非公開にしますので <laughs> どうするどうするのがいいかという、えー、じゃあ,あフラットにしますフラットに問題出そうかフラットにするとあ待ってブラウザ戻さないでねあのフラットにすると、えー、告白しました、えー、保留されましたであってもいいですあってもいいって嫌いにはなってないっては言われてます再来週会います俺がどうします <laughs> うん、だから、半分、半分って、俺の気持ちな。俺の気持ち的には、まあ、あのー、憲法改正の発議まだ出てないけど、過半数は上回ってる状態だから、その、振られてるっていう状況がね、その振られ法案が、あのー、発議はされたんだけど、可決はされてない状態なんで、<laughs> これはですね、造反組が出てもおかしくないのではないかと、私はまだ思うわけですけれども、 これはですね、私はこの議長の席をね、まだこれ可決にはならないですよって言って、俺今野党なんですよ。陣取ってるわけ。まだ、まだか、ね、出てないですよっていう、その、今までの関係を維持しましょうって言われただけですから、これね、総理これ、ね、私の人生はこれ今まで疑惑のデパートと言われてますけども、これね、どうなんですかと。 ね、どうやって結論が出,せ出す方法はないんですかみたいなお答えする方法はできませんみたいに言われてましたけどこれ答えを引き出す方法はないんですか総理お答えくださいみたいな状態になってるわけですよ。ね。まあ確かにセクシーと言われればセクシーかもしれませんみたいな小泉孝太郎公文みたいになってるんですけど <laughs> ね。分かると言えば分かるし分からないと言えば分からないっていう状態になってて。 ね、これ困ったなぁという状態になっておりまして、その対応方法をね、検討した上でちょっとね、あのー、再来週どうなったかっていうのはその再来週の時にお話ししたいと思うんで、えー、今月末かな今月末の回でですね、これ話したいと思うので、ちょっと皆さん何ともと、お力添えをよろしくお願いしますというですね、えー、このラジオ史上を稀に見るんじゃないですかこのエピソードトークではなく、あの、お願いで終わるっていう。<laughs> オープニングでやれよって話ですよね。ちょっとですね、思いが強すぎましたので、皆さんなんかご協力すいません。あのー、普段、あのー、見ているだけの方もすいません、よろしくお願いしますということで。あのー、Google フォームの方も下にございますので、あの、匿名でもいきますので、なんとかよろしくお願いいたしますということで、えー、次、真面目に話します。 スタジオラジオラでございますリモート飲み会第4弾ということで <laughs> もう早くもですね4回目を開催したわけですけれどもただ同じ話になってしまうので省きますけれどもまあ軽く言うとその私がこのお笑いの養成所に通っているけれどもその東京に全然行けてないので。 え、寂しいから飲み会しようっていうことなんですけどねそれをやったわけですよまたね新しいメンバーも入れながらやったわけで10あ10人じゃ1人呼んだけどちょっと体調不良とかがいて、まあ、8人くらいでね、はい、通話したんですけどまあねそもそもそのみんなってくるわけですよあの宣言が延長になったけどどうすんのお前はみたいな聞いてくるんですよでこれねあのラジオ聞いてる方にこれ説明しますけれどもこれねそのいや行けばいいだろっていうその 行きたいんだったら東京行けばいいだろってお話もあると思うんですけれどもその、ね、どういうことかっていうと私普段高校とか大学にこれあんま内容はねちょっとその規約とかの関係あんので言えないんですけど高校とか大学で仕事をしてたりすることもあるんですよいわゆる事務職員とかじゃなく特別授業みたいな感じであの仕事で行くことあるんですよで教育機関ってやっぱ特に厳しいこの感染症対策よく特に厳しいんで学校さんによって制約書みたいな の書いたりすするんですよ、まあ、いわゆるそのスーパーマーケットとかにねあの出入り業者で入ったことある方いないか <laughs> 単発アルバイトとかで、ね、入ったことある方はわかると思うんですけどあの2週間以内行ってないですよみたいなのを書くわけそれのまあなんだろうな拘束力強めバージョンみたいなのが、まあ、学校とかねそういう機関だとあるわけでしかもその俺なんか簡単に調べればファクトチェックできるわけじゃないですか。 なのでそのしかも予定がやっぱその学校さんとかって3ヶ月4ヶ月先とかにやっぱ決まるんですよなのでこうその間だ実質だからその間行くな行くなよっていうかまあ宣言出たらまあほぼほぼ行くなよみたいなねうんなのでその日付がだいぶ先にこうスケジュールが抑えられるというかもうこの収録時点で7月末とかまでも抑えられてるんですよそんなにね その週,週3、4とかってあるわけじゃないんですけど、うん、まあでもほぼほぼ毎週まず、まあ、最低1回はどこかしらの学校さんにこう行って、えーまあ、作業ないしこう生徒さんの前に立つみたいな、ね、のをやってるんですよなので行かれないんですよね物理的にそのちょっとですねこう板挟みというかもともと昨年の夏くらいの段階ではいわゆるその このの養成所に行く行くかななないいも決まってないような状態ですのです、まあ、その段階からこうかか仮押さえじゃないけど年間スケジュールみたいな学校を作るからで昨年できてない分でも昨年やる予定だったのものは何月何週目にやるみたいに決まってるからそれで抑えられてるっていうのがあるんですちょっと話長くなっちゃったんですけどまあまあそもそもだからそれで行かれないよっていうことになったわけですよ特にこの宣言の延長になったから。でこれ先週も話したんですけどその 成績がつくライブがこの5月の、ね、中旬にあるんですけどそれもいか,いかれないというかまた動画での出演になってしまうのでこう動画撮んないといけないんじゃないかっていうね話も出てくるんですけどまあリモート飲み会で今の話を一通りするわけですよね <laughs> 私が主催でね私がこのいろんな参加する同期を集めてるわけ、うん、で えーまあ、今回はだからまあまあ,あの途中入退室はあったけどまずマックス8人っていうねさっき喋りましたけどで一、えー、人遅れてくるやつがいたんです伊藤君ってやつが遅れてきててでちょっと夜勤のバイトがあったから警備員だったかな夜勤のバイトあったからちょっと寝て起きてだからちょっとその時間間に合わないかもしれないですみたいないわゆるその昼夜逆転してるから夜起きるから、まあ、その日は仕事バイトないから行けると思いますっつって。 でちょっと1時間くらい遅れて入ってきたんですそれと初めてよ4回目にして初めて呼んだやつなんですけどあんま面識がなかったから俺がでもなるべく面識がないやつとも貴重なねこの1年間だから全員とお友達になりたいなと思って俺ウサギさんだから寂しいなと思って全員とお友達になろうと思って積極的にこう LINE でね連絡して集客したんですけどでそいつが来たらもう開口一番ね なんでお前が回してんだよって俺にブチギレたわけです <laughs> ね急に入ってきて、みんなで仲良く話してたんですよな。たわいもない会話ですよね。大変ですね。リモートね。大変ですね。みいなまた来れなくなるんですかみたいな話してた時に、伊藤君がポンって入ってきて、おいおいおい、誰が大回ししてんだよってなんかブチギレてるわけ。どうしたと思ってその。みんなもだからどうしたどうしたみたいな。ね、なって、なんかざわざわしちゃったの、その。せっかくなんかいい、いい飲み会だったのに。<laughs> なんか、あれどっちどっちのプロレスなのその。 本気なんのどっち?」みたいになってでその伊藤くんの相方のやつがいるんですよ安井くんってちょっと仮の名前特殊な名字の方なんでもう言うとすぐ特定されちゃうんであれなんですけど安井くんとしましょう仮にねでその安井くんが「あーまただ」とかって言ってるわけねで安井くんが「伊藤はなほんとにこういうとこあるんすよマジ勘弁してくださいね」みたいな「許してください」って言っててどっちも二十歳そこそこ21とかなんですけど いやちょっとねあのすいません本当にあの伊藤は本当にデリカシーがないんですよっていう話になってなんかその伊藤君っていう子はちょっとだらしないというかいわゆるなんかそのお部屋もなんかゴミ屋敷だしもうなんか太ももう万年床みたいな感じになっててそのなんか水道もたまに止められたりみたいなことなんだってその安井君ん曰くね。でそのちょっと,ちょっと ととネジがずれてるというかお笑いに関してはすごい面白いんだけど、ちょっと人としてお友達になるかっていうとちょっと怪しいみたいな。でもその伊藤君と安井君はまあ元から友達で知ってて、で、まあ、相方になってコンビ組んだみたいなことらしいんですけど、住んでる場所が近いらしくてね。で、その安井君曰くものすごくデリカシーがないんだって。で、僕もさ4回やっててうすうす分かってたけどその、僕がもう平場を練習したいだけじゃないですか。それはまあ、それはまあね、みんな暗黙の了解というか、 あ、対面授業に行けてないから、ね、その、リモートでなんかやりたいんだろうな、みたいなのは、それは、その、暗黙の了解はもちろんだけれども、そりゃそうだろって思ってきてるじゃん、みんな。そりゃね、私が主催しててるわけですから。で、それをね、この4回目にして、この、伊藤くんが、槍で横から突き刺してきたわけです。<laughs> 事実を全部突きつけてきたわけ。 でも逆にまあ、俺は、あ、これ言われ、誰か言ってくんねえかなってちょっと思ってたとこはあって、その、それ来たら、なんだろう、もっとまくれるなって俺思ってたんですよ。どういうことかっていうと、あの、それ来たら、その、俺が裏声で切れるっていう鉄板の下りができるんで、<laughs> ね、その伊藤くんが、いや、お前が大回し、なんでお前が大回ししてんだよっていう、で言われたから、その、いや、焼き焼けで遅れてきたやつに言われたくはないけどな、みたいな、俺言ったんですよ。 で、そしたら伊藤くんと、いや、俺の方がまともに働いてると思うけどな、とかって、おもろいプロレスが始まって、また <laughs>、この間のそのね、あのー、女の子とのいざこざみたいなのとは違って、また面白いくだりみたいなのが生まれて、俺がしばらく伊藤くんとプロレスごっこするっていう <laughs>、通話の状態になってて、おい、喧嘩やめろよ、みたいな、どっちもクズなんだからやめろよ、みたいな、面白い野人も入ってたんだけど、その、<laughs> おい、誰だ、クズって言ったやつみたいな。<laughs> ちょっとですね。あのー、またリモートもオー,ビーに盛り上がったんですけど。いや、でも伊藤くんがそんなにこう、僕、あんま喋ったことなかったから、そんなにこう、なんだろうな。まあ、だらしない、だらしなくないは、それはね、置いといたとしても、なんだろう。ちゃんとこう、ちゃんとお笑いできる人とまでは知らなかったから、すごくなんかこうやっぱ見、見直したっていう言い方もちょっと良くないんだけど、やっぱ人は見かけによらないなって思ったんですよ。 やっぱ話してみると、例えば、あのー、このラジオ聴いてますとか、あ、このラジオってこれ準備室じゃなくてね、誰々の芸人ラジオ聞いてますとかさ、趣味でこういうことやってますみたいなね、やっぱ意外と知らない一面ってあるじゃないですか。これなんか難しい話だと思うんですけど、いわゆるそのネタとは違う姿をやってる人と、ネタと同じ私生活の人に結構大きく分かれるんですよ。で、どっちかというと、 ネタと私生活ちょっと違う人の方が僕は好きで個人の感覚ですけどねなんていうかネタややってるネタと性格というかだからキャラに入ってないまあ俺もそうなんだけどその憧れるんですが僕はやってることとネタが自分の中では似てるなって思ってるんですよ似てるところにちょっとキャラを乗せてるだけみたいな状態に今はなってて完全に違うキャラみたいな演じてる人がかっこいいなって思ってるんですよ だそういう意味では伊藤くんは普段だらしないのにネタではしっかりしたツッコミするんですよその安井くんの方がボケて伊藤くんがしっかり者みたいな感じでオーソドックスなしゃべくり漫才をしてるんですよあそうだったんだと思って見かけによらないなと思ったんですよでそういうところはやっぱ参考にしないといけないなと思って僕もだからもうちょっとこうなんだろう普段 んだろうお兄さんの振りみたいなするのでやっぱ30代に突入したということでもうちょっとこうなんだろうよりダサいというかよくないよくない <laughs> うーんなんだろう今言葉がまとまってないんですけどそのやっぱ今までとは違った面みたいなのもこうネタとかね演技とかの時に出していかないといけないなってすごく思ったんですよしかもその伊藤君にそれ言われた時の別の引き出しみたいなのも2つ3つ持ってた方が良かったなと思って。 いや、それは言われたくなかったわ、みたいなのも、まあ、ありちゃありだし、それ、それ言ってしまうみたいなのもありだと思ったんですけども、俺がなんか逆ギレしてまくるみたいなの、でしか行かないと思ってたから、それで行こうっても決めてたから、もう三国でやっぱ選択肢を用意してどれでも行けるぞって気持ちじゃないといけないじゃないですか。会話の引き出しって。相手が思ってたのと違うのを出したらさ、相手が乗ってこないじゃん。今回は、相手が偶然それで来るだろうと思って、 俺が裏声で切れてくるだろうと思った上で伊藤君が仕掛けてきてるからしばらくはステレスでミュートみたいな感じで聞いてたから大きく振りかぶってシュートしてきたからお互いに分かったんだけどあ,あそういう風にやっぱり別の一面っていうかそういうのが喋り方とかをだからいろんな今までと違う喋り方みたいなのでできないかなとかって俺今研究してるんですけどキャラネタで全く違うなんかあこんなこともできるんだみたいなね うん、風にはちょっとしたいなと思っていて今模索してたまあそれはリモート飲み会はそれのまあヒントを探るためにもやってるわけですけどやっぱお話ししてみないとわかんないなって思ったんですけどうん、なんか実はめちゃくちゃ風俗行ってますみたいなさ <laughs> なんかやつとかいたりして <laughs> なんかそ,、まあ、それはねまあ違った一面とは言えるのかもしれないけどなんか言われたのがちょっと話も長くなってるんですけど言われたのがちょっと怖いんですって私ってその でき,るできる感みたいな出すからと、あのー、お恐,れを恐れてるものがなさそうだから怖いんだって、まあ、確かにそうなんですけど <laughs> 当たってるんですけどなんかうここは誰も挙手しないだろうみたいなところで僕挙手したり挙手したりっていうかまあそのチャレンジしたりね変なところで挙手してるってことじゃないですよこれは誰もいけないだろうみたいなところは俺チャンスだと思って積極に手を挙げたりとか すするんですけどそのの対面の時はねなんかそれとかあとなんか物おじ僕はあんましないのでそうあんま緊張しないタイプなんでガンガンいけるんですけどそれが逆にえっと伊藤君とか安井君はこうアマチュアというかうーアマチュアシーンでお笑いとかもすでにやってる東京とかのライブシーンとか出てるらしいんですけど出てたらしいんですけど今はねライブできないですけど出てたんですってそういうやつからするとこういうガンガンくれやつってあんまいないから怖いんだって。 あ俺そう思思われててんんだと思ってなんか地元だとそうしないとこう場がないっていうかさどんどんなんていうかほらあの僕今大変良くない言い方するけどそのなんだろうやっぱ世代上の人が全力で年下の人をこう草し上げて潰そうとするみたいなノリがメインなんですよ。ねそのすなんだろうなはい はい、お笑い芸人さん面白いことをお願いしますみたいな。お笑いじゃない人にもね。そういう振りとかが多いので、あんまりこう、なんだろう、うお笑いとしてプロレスするみたいないから、伊藤くんとのプロレスとか僕すごい白熱して興奮したんですよ。アドレナリンがめちゃくちゃ出て、こういうのやりたかったなと思って。はい、ここで面白くない食レポお願いしますみたいな振りとかがすごく多い。あ、今、あの、番組出てるみたいな喋り方しましたけど、そうじゃないですよ。ね。あの、そういうのとかが多いので、まあ、それはその、 なんだろうな、裏方もそうだし、えっと、地元に出てる演者さんとかもそうだと思うんですけど、なんだろう、その、お笑い畑が根付いてないから、その、私のいる街に。な、なんか変な、変なノリみたいなのがすごく多いんですよね。うん。まあ、最悪、まあ、アナウンサーとかいじればなんとかなるみたいな。うーん、いう流れがめ、よく、今は良くない,言い方してるな。うーんとね、まあ、いわゆるその、パターンが、 そんんななに多くないんですよそれはまあ演者が少ないのもあると思うんですけど演者の数がやっぱ圧倒的に少ないのでなんだろうなそのこの台本をやるべきじゃない演者さんがやるしかないみたいな状況とかも結構あるわけ苦手なジャンルをやらざるを得ないみたいなこともあるけど適,適材適所じゃないんですよねあんまりなので結構そのリモート飲み会のやつやってて正直なんだろう僕が4回とも大回ししてるんですけど あのみんなにこう話を振ったりとかするんですよ。それはまあ練習も兼ねて、もちろんね、それはみんな暗黙の了解の上でやってるわけだけど、その話を、今話長くなってるな、ね、この話すると僕すぐこういう話しちゃうんですけど、その話とか振ったりしてるんですけど、そ,それが、うん、もう俺の本当のやりたいことなのかどうかっていうのをちょっと考えたときに、うーん、いや、それはまあ難しすぎるか、と。いわゆるその、 なんだろライブシーンとかで言うとこのコーナー MC みたいなのは地元でできるかって言われると、うん、確かにそれは、うん、ハードルが高すぎるかと思ったりもした <laughs> なんかすごく <laughs> 伊藤君がそれをなんか気づかせてくれたんでそのデリカシーのないやつが逆に真実を見抜いてるっていうかさなんか言われ言われたかったけど言われてこなかったことって俺いっぱいあるなって思ってて僕それすごくあるんですよ言われたいなって思うことが 5つ、6つくらいあるんですけど、やっぱ言ってくれる人って本当に人生でそんなにいないじゃないですか。まあ3個くらいはもう人に言われたことあるんですけど、もう3個くらい誰か言ってくれねえかなっていうか、やっぱけんか喧嘩したいんで言葉の暴力で戦いたいじゃないですか。暴力って言い方良くないね。ちゃんとなんかその、僕プロレス以外にこれいい単語、あんまあ、最近思い浮かばない、最近思いついたんですけど、スマブラしたいじゃないですか。その、演者と演者で。 吹っ飛ばし合いたいじゃない吹っ飛ばした上で復帰したいじゃないですか。ステージ台に。それが、うん、やっぱ一人だとできないので、本当はまあね、相方を置いて漫才したいなっていう気持ちもあったんです。なかなかこのご時世で相方組んでくれる人もいなかったので、で難しいんですけど、まあリモートの見解はね、うん、できればだから、あのー、録画してね、あのー、先生に提出してね、見てもらって、あの、評価してもらいたいなと思ってます。<laughs> <laughs> なんとかしてね。 うん、この、このど、こど、いや、これ、僕今すごいダサいこと言いますけど、のこの努力が実ってほしいね。<laughs> 何のために俺が飲み会やってんだっていうね。そこをちょっと感じ取ってほしいんですけど、ね。 そうただね、まあそれが、こう、生かされないまま、宣言が延長になりということで、せっかくこのリモート飲み会で面白くだりみたいなできたんですけど、私がそれ対面とかね、あの、教師人、講師人の前で、それを使えないというのがね、大喜利でその、同期いじったりとかするときにね、それが炸裂できないっていうのがね、もう悔しいですね。この、この街に生まれた僕が悪いみたいな。 感じになっちゃうもん <laughs> その俺が思ってる思ってるのは別だけどその同期のみんなはそう思っちゃうもんやっぱりあ,あいつはこの町に秋田に生まれ育ってるから今来れてないんだなって思うじゃないですかなんかそれがすごく悔しいですよねこの町でも戦いたいと思ってるけどそれが原因でいけてないみたいなうわすっげえ今真面目にだせえだせはわ真面目な話ばっかりしてるなんかあの今ねボケが少なかったな <laughs> 振りまでよくないね。よくない。これは本当に僕の今一番よくない部分が出てますね。うーん、なんでかって言ったら、昇進してるから。<laughs> あの、ほんあのね、さっきのね、トークもよくなかったんですよ。さっきのもよくない。あの、本当にね、あのー、担当直入に言えばあの、振られて昇進して話がまとまってないだけです。<laughs> もうね、リモート飲み会どころじゃなかった。本当に。 確かにその MC 的な立ち回りはしてたんだけど普段より振るわなかったんですよだからなんでこいつがお回ししてんだって偶然言われたっていうかタイミング的に、うん、回しきりなかったのかもしれない、うん、やっぱ僕メンタル弱々マンだからね本当はね <laughs> <laughs> あの落語家みたいな喋り方を身にまとってるだけの皮かぶり野郎だからタヌキだから僕はね、うん、葉っぱと尻尾つままれたらすぐ元に戻っちゃうから うんそこがねよくないとこが出てたのかもしれないですねっていうあの昇進してるんであの本当にあの次その子と会う時どういう風に振る舞ったらいいかのコメントで本当にお願いします <laughs> 大事なことなので2回言いましたよろしくお願いしますスタジオ VK ラジオ準備つつエンディングですいや今週は不作でしたね今週は不作でしたね 良くない。私の一番良くない部分が出ました。普段なんかでもそういう部分をさ、隠そうとしてる感すらも出してないから、良くないんだろうね。なんかあんま人間味が出てないのかもしれないね。もっと人間味を出した方がいいですね。じゃあ人間味今2秒だけ出しますね。付き合いたい頼む、うん、っていうことですけど、まあそれはまあ置いといたとして <laughs>、置いとくの良くないのか。まあ一回置いときますけど、イカ置いとくんですけど、 なんかやっぱ本当にその別にね30代になったからどうこうとかはないんですけどその何をこうねやっぱゴールにしたらいいかとかすごい思うんですよね。僕あの3年くらいその会ってなかった福島で働いてたやつ後輩4個下の後輩がいる男のね後輩いるんですけど4月に秋田に戻ってきたということで本当に3年ぶり4年ぶりくらいにですねこの間会ってちょっとお茶したんですけど。 やっぱりなんかそいつも喋って、そいつもあの独身なんですけど、こう、結婚することがゴールかねみたいな話してて、<laughs> まあ俺に言われてもなと思ったんですけど <laughs>、俺、いや、俺が結婚してるんだとそのアドバイスできるけど、みたいなね。この町でやっぱり結婚して子供を産んで育てることって、非常にこれ、あのー、物理的に不可能に近い、サスケのファーストステージ突破くらいは難しいことなので、うん、あんまりそういう欲がないんですけど、うん、ただその、 付き合ったりしたらそれも考えるとかはあるじゃないですか。僕もね、その元カノの時それは考えたけども、やっぱ根拠をね、逃してしまった感はすごく大きいなと思っていて、僕はすごく、今、ものすごくですね、複数の選択肢に立たされているんですよ。その、お笑い芸人になれるのか、なれないのかっていうところと、今のその映像制作、カメラマンとかナレーションの仕事が伸びていくのか、伸びていないかという選択肢と、 ローカルタレントを諦めるのか諦めないのかっていうね、その伸びるか伸びないかじゃなくてね、諦めるか諦めないのかっていう選択肢と、転職するかしないのかっていう選択肢と移、なんだろう、移住っていうか、その県外に行くか行かないのかみたいなね、この街にいることを諦めるのか諦めないかみたいな。ライフカードが6枚くらいだから出てて、これをですね、まあでも、なんだろうね、でも、すごい、これも嫌なこと言うけど、人生ってやっぱ最終的に誰も助けてくれないなって思った。 すごく、なんか、うーん、なんだろう、もっと、なんだろうね。真剣に僕も、なんだろう、人生に取り組んでますよ感がないのかな、俺って。なんですかね。なんか本当に、言い方良くないけど、シャムさんみたいなさ、うーん <laughs>、なんだろうね。だらしなく見えるんです。だらしないのかな、俺って。どうなんですかね。なんかそこがすごく自分ではもうわからないですね。ものすごく大きな選択肢を、 一個ずつ今年来年くらいね。今年かな。まあ早ければ今年にはもうその選択肢のね、8割は <laughs>、は決めないまあ本当はね、だから全部っていうか、うん、下手したらもう全部その選択肢が、ね、今後の、今後の10年15年みたいな決まる選択肢をね、今決めようとしてるっていうか、うん、まあ今まで決めてこなかったのかもしれないですけど、決める時って何だろう。やっぱ最終、わかんないですけど、 僕が今までヘラヘラ生きてきたつもりは一切ないし、あの、今まで働いてきたのもすごく大変だったんですけど、本当に難しい決断してる時って、ど、何するんですかなんか <laughs>。え、みんな滝とかに行ってんのその <laughs>、どうしてんのなんかファミレスとかで決めんのこういうのって。なんか、な、何な,なんですかねなんか、誰もいないじゃん <laughs>。この街に <laughs>。誰もいなかったね。なんか、飲み屋街も今ね、もうスカスカの状態ですからね、この街は。なんだろう、そういう時って親友とかに、 聞くんですかねま、いないか。ラジオで聞くやつ。<laughs> 自主的に YouTube にラジオ上げて、それで人生のキ路を選択してどうしますかって聞くやつはいないか。そう、俺はいないか。うん、だったら、その、なんだろう。もっと、じゃ正直に生きるけど。いや、それしかないのよ。<laughs> いや、そういう風に生きてきたつもり俺はないのよ。うん。でも、助けてくれって本気に言ってるかないのかな。助けてくれ <laughs> 助けてくれ。うん。いや、 いや、それはね、ほん、真剣にローカルタレントになりたいとは思ってきたけど、15の時から。もうなり方わからん。15年経って、地上派メディア一回も出演ないってのも俺にはもう何が原因だかわからん、俺は。うん。で、俺も別にほら、M1 グランプリじゃないけどさ、やっぱ15年って1個の区切りだなって、正直思ってるから、別にデビューが15じゃないけどね、俺はね。でも、その、やっぱ、取り組んできた姿勢っていう意味では、 15年経っちゃってるから15の時から準備していこうと思って学校でネタみたいなことやったりしてたからそれはもう,もうラストよラストイヤーなの私はねもうラストイヤーで、うん、お笑いも下手したらお笑いっていうかえお笑いといわゆるローカルタレントと,、うん、と地元にいるいないのこの3つの選択肢はそのもう今年がラストなんですよ今年に決めないといけないっていう でもそのまあこのコロナの状況ももちろんあるんですけどそのこんなになんだろうこの状況になんだろうねその俺は助けてくれって言ってんだけどこんなになんか手差し伸べってくれる人いないか <laughs> わがままかこれはえっとねもっと言い方かよリモートエンディングなえー、リモート飲み会の時もこういう話したんだけどなんかなんだろうそれよりもみんなの話を引き出したい方のにメインが言っちゃってたな うんじゃあもう,み,なんだろうでみんなの話引き出さないのに違うし、俺が優しすぎるのかなうーん優しいおさまになりたいと僕はずっと思ってたんですけどね、ガッシュベルくらい。そういうことじゃないのかなその人生ってそんなに甘くないんですかねもう僕には分からん。もう <laughs> なんだろう、その起業家という並びで地元で並びに上がっていかなかったのもそうだし、うんカメラマンとして取り上げられなかったのもそうだし、なんか、なんだろうね。 ようやくナレーションの仕事がね今回来ましたけれどもんな何がシャムさんと同じこと言っちゃいそうになったから言うのやめるわそれ <laughs>。ということです。うん、来週はあのー、もしコメント来てたらというかチャットとかを参考にどうするかを決めた上でうーなんだ 授業はまだ再開してないか授業はラジオ前だからまあまあ、とりあえず、その、なんとかします。<laughs> あ明日は明日の風が吹くと思いますけれども、はい、とりあえず、その、貧乏ではないです。<laughs> 普通です、普通。中の毛、中の下だから、うん、頑張りますので、あの来週も中野毛のやつよろしくお願いします。<laughs> さようなら。